競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容をご説明申し上げます。我が国の地方競馬は、景気の低迷、趣味や娯楽の多様化等に伴い、平成23年度には、平成3年度のピーク時に比べ、売上が約3分の1の水準にまで減少するなど、地方競馬主催者の多くは、事業収支が厳しい状況となっています。このため、すべての地方競馬主催者が共同で、地方競馬全国協会からの補助を受けながら、投票集計システムの共通化、重複開催の減少、中央競馬との勝ち馬投票権の相互販売等を内容とする地方競馬の活性化に取り組んだ結果、地方競馬の売上は平成24年度以降増加に転じ、平成26年度にはすべての地方競馬主催者の単年度収支が黒字化するなど、地方競馬主催者の経営改善に大きな成果を上げてきたところであります。しかしながら、平成28年度において、公正元の地方公共団体に対して収益金を配分することができているのは、全14主催者中5主催者にとどまっており、地方競馬主催者の経営改善は道半ばの状況にあります。このため、これまでの取引を引き続き推進するとともに、競馬の最大の醍醐味である強い馬作りや、地方競馬そのものの魅力向上など、地方競馬主催者の経営改善を後押しするための取り組みを実施していくことが重要であります。地方競馬をめぐるこのような状況に鑑み、地方競馬全国協会が、地方競馬の活性化や競走馬の生産振興のために行う補助事業に必要な資金を確保するため、地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れの措置、および日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を5年間延長することとして、すみません、くしゃみがしております。以上がこの法律案の提案の理由及び内容であります。何卒慎重にご審議の上、速やかにご可決いただきますようお願いを申し上げます。